だいたい1年くらい前のことになるかな。その頃にね、まあ、ちょっと僕の仕事仲間の女性の方がですね、まあ、ちょっと旦那さんのお母様が亡くなって、で旦那さんと一緒にちょっと、まあ、旦那さんのご実家に行くっていうことがあったんですよ。で、まあ、そこで葬儀とかね、通夜とかの段取り手伝って、でまた戻ってきて仕事に復帰した時に、七代さん、ちょっと旦那の実家に行った時に不思議なことがあって、で、まあ、話してくれた、まあ、怖いというか、まあ、本人も言った通りやっぱりちょっと不思議な話になるんですけども、でその彼女がね、まあ、旦那さんのご実家に行って、で葬儀とか、まあ、通夜の段取りを手伝った時に、まあ、旦那さんとあと旦那さんのお姉さんが中心になって、まあ、段取りを進めたらしいんですけども、その時ちょうど彼女が車を運転してて、で助手席に旦那さんが乗っていて、で旦那さんはお姉さんと電話をしてたんですよ。で、まあ、その旦那さんもお姉さんもちょっとね気が強いタイプらしいんですよね。まあそのね、バタバタしてるタイミングでちょっとまあこう言い合いになっちゃったらしいんですよ。で彼女も運転しながらね、横目に見ながら、なんかだんだんヒートアップしてんな、大丈夫かなって、まあヒヤヒヤしてたらしいんですけども、したらね、案の定やっぱり旦那さんもだんだん声を荒げてきて、で最終的に、姉貴はさいつもそうなんだよってちょっとまあ怒った感じになったんですよね。したらそれを言った瞬間に急になんか電話がまあ切れちゃったのか、旦那さんがね、あれあれって言ってるんですよ。でまたどうせかけ直すんだろうなって思ってね、でまたなんか番号を押してかけ直そうとしてんのかちょっと無言になってて、まあ、それをまあ気にせずに運転したんですけど、またなんかこうあれあれって何回も言ってるんですよ。なんか何回も言ってるから、どうしたのっていうふうに聞いたら、まあ、旦那さんが、いやなんか電話ができねえんだよって言ってるんです。で信号でちょっと止まったから、えどうしたの見せてよっていうふうに彼女が言うと、まあ旦那さんがね見せてくれたんですけども、スマホの画面の中ではそのお姉さんの連絡先っていうかね、名前が出てて、でそこをもうタップしたら電話ができるっていう状態なんですよ。そのね通話のアプリがね起動してて、でその通話ボタンのところをタップしても全く反応しないんです。あれなんでだろうな、この間買い替えたばっかなのにもう壊れたのかな、なんだってこんな時にって、まあ、旦那さんはちょっとねイラついてる感じなんですよ。えなんだろうねそれって、まあ、その時は軽く流したんですけども、やっぱりその後も何度やってもタップしても繋がらないんですよね。不思議だねって言いながら、でそのまま車で運転して、まあ、旦那さんの実家に戻って、でお姉さん実家にいらっしゃったから、ただいまって言ってね、旦那さんとまあ一緒に入ってったら、お姉さんがやってきてね、ねさっきさなんか電話かかんなくなっちゃったんだけど何かしらこれって言ってくるんですよ。で旦那さんも、え姉貴もって言いながら、いや俺もささっきタップしても電話かかんなくてさって、したらお姉さんも、いや私もさあんたにだけ通話できないのよ、何かしたらこれ壊れちゃったのかしらって言ってるんです。でお互いに、何なんだろうねこれ、壊れたのかなって言いながら、旦那さんの方がねやっぱ気づいたのかな、あの先に切り出して、いや姉貴ごめんねさっきちょっと俺もムキになっちゃってさって言ったんです。まあ、するとお姉さんの方も、あー私もちょっとなんか変な言い方しちゃってごめんね、とりあえずちょっと協力して準備してこうっていう話になって、まあ、仲直りできたんですよ。ですぐにねお姉さんが、まあ、業者さんに連絡をするっていうことがあって電話したんですよ。したら繋がるんですよ業者さんには。であれ大丈夫だね電話かかるねってなって、で改めてそのね弟の方に、まあ、目の前にいますけど一応確認のためにね電話をしてみたら繋がるんですよちゃんと。あれさっき何だったんだろうね、もうとりあえず壊れてないからいっかってなったらしいんです。なんかそんなことがあったんだけどねって、まあ、僕の仕事仲間の女性の方が言ってきて、でそれでその後にちょっと笑いながら、でも私思うんだよね、
あれって多分亡くなった旦那のお母さんがやったことなんじゃないかなって言うんですよ。で続けてね、多分ねお母さんきっと私を見送るって時に何兄弟喧嘩してんのよっていうことだったんじゃないかなって私は思うんだよね、考えすぎかななんて、まあ、言ってきたんです。まあ、そんなちょっと不思議なことがあったっていうお話でした。はい、というわけで本日は仲裁というお話でございました。まあ、これはね、実際僕の、まあ、仕事仲間の女性の方から聞いた話ではあるんですけども、なんかこの話以外でも結構こう身内の方が亡くなった時に不思議なことがあったっていうことはよく聞くんですよね。まあ、僕も実際、まあ、自分の母親から、まあ、そういう体験談とか聞いたり、まあ、周りからも結構そういう話を聞くことが多いので、ただまあね、やっぱり身内が亡くなるっていうちょっと特別なイベントではあるわけですから、まあ、それと、まあ、若干ね不思議だなと思うような出来事をつい結びつけがちっていうのはあると思うんですよ。ただ例えばですけどね、今回の話でもなんか電話が混線してしまってつながりにくくなったとか、まあ、なんかお互い同じタイミングでね通話をしようとしてなんか話し中みたいになってしまったとかであれば、まあ、なんかこうスマホの仕様というかね、スマホがそういう風だからっていう風に説明がつくと思うんですけども、タップできないっていうのはちょっとまあないかなって僕は感じたんですよね。だからね、こうまあ身内がなくなるっていう、まあ、特別なイベントにこじつけてるっていうわけではなくて、なんとも言えない不思議なことが本当に起こったんだろうなっていう、まあ、そういう感じがしました。はい、というわけで本日の動画、不思議だな、面白いな、自分もそういう体験したことあるよっていう方がいたら高評価ボタン、そしてコメント欄にコメントをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録まだの方はよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたね。